どうも肉丸です。続きやっていきましょう。前回砂漠のボスを倒しましたんで、次は画面上の紋章を取りに行きましょうかね。で、紋章とあの剣のマークの間にちょっと何かが見えるんで、あそこをちょっと探索してみたいと思います。それでは行ってみましょう。アイスロッドになってるんでブーメランに変えます。おっち、おここちょ、すまん。お、ここにも何かありますね。あと動画を見直して気づいたんですけど、ここに何かタコみたいなマークがありました。何か意味があるんでしょうか。あー、まぶれつく。さあ行きましょう。シュッ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 。別なんか持ち上げた何かあったような気がしましたけど、画面端を取って、やばい、妖精はいたかな。全部妖精はいますね。 OK、 ブーメランにしとく。おっとっとっと、やばい、いけ、やや、あれ、こっちでいいんですね。下を回って、回って、おっとっとっと、さらに上ですね。じゃ、蜂が、やめて、やめて、来ないで。よし、この村の中の木に体当たりするみたいな話があり、あってあんまりやってなかったんで、ちょっと見てみましょう。あ、あとここも、これもどうやって開けるんでしたっけ。前回爆弾では開かなく、あ、爆弾出た。爆弾では開かなかったと思うんですよね。こっち側は開かなくて、あんまり使いたくないんですけど、こっち開かないですよね。ちょっと開け方忘れちゃいました。あ、あと木がどっかにあったと思うんだけど、あ、ここに木があります。何か出るかな。おお、なるほど、妖精が出るのか。やっぱいいものがありますね、村の中は。ついでなんで占ってもらいましょう。次は何でしょうか。お、あなたの顔に良くない層が出ておりますぞ。さっさ占って信ぜよう。お安くしときますよ。前回は15ルピーでした。やばい、お金がカンストしそうですね。使いましょう。ネアンデルタール、森のキノコは神殿の北の魔法に持って行きなされ。あ、森のキノコ、あ、今日安いですね、10ルピーでした。森のキノコがあるのか、ちょっと取り行きましょう。ちょっと迷いの森はまだ用がないと思って行ってなかったんですけど、どうやらキノコがあるようなんで、ちょっと探してみたいと思います。あれ、ここは違う、こっちか。
何か出そう。お、リンゴはハートと一緒ですか。さあどこにキノコがあるか。やばい、こいつは泥棒だ。ああ、マスターソードがありました。やったー。これは偽物です。こいつ、あっち行け。これはマジで、あ、これが本物のマスターソードの場所ですね。うっ、今は紋章がないんで、あ、ヌドラの書で読みましょう。これが大いなる災いの降りかかるとき、三つの紋章を掲げし勇者来たりて、その手でこの剣を引き抜くであろう。その者ナイトの一族の血を引く者なり。ということで改めてここは来ましょう。今はキノコ狩りが優先です。さすが迷いの森ゆうだけあって、どこに何があるか分かりません。どこだ、あった、キノコ。甘い果物の腐ったような香りがするキノコだ。Y ボタンで人に渡せたりする。これはちょっとまた後で魔女に渡しましょう。あれ、こいつやめて。ここ何かあったよね。よし、お、ハートのかけらゲットしました。何もないかな。泥棒がいる。おしゃれな髪型。いや、行こうぞ。ここは俺たち盗賊一味のかくれんぼ、かく、隠れがなんだぞ。勝手に入らないでくれよ。話は変わるけど、昔俺たちの仲間だった男が怪しいの砂漠の入り口にいるんだってな。おお。砂漠のあの看板持ってた変なおじさんですかね。あいつのこと？あ、違うか。やばい！重い！逃げん！やめて！逃げましょう。こんなとこはもう。やめろ！出れ！やめて！出れるか。さあ、キノコをゲットしました。占い師の言う通り。あれ？あ、こっち側が出たの。ちょっと、ついでなんでもう一回占いしてもらいましょう。非常にいいヒントを的確に言ってくれますね。あ、あの石もぶつかれたような。占ってもらう。クロマニオン、クロマニオン、川をずっと遡ったところにゾーラの住む湖がある。30、高いってことで、川上っていうのはこの右上ですね。もう右上にも行けるんですね。じゃあ川上に行く途中に魔女にキノコ渡しましょうか。ちょっと行く場所が多いですね。でここも何かあったはず。お、穴があると思ってましたけど穴じゃなかった。やめろ、すいません。このまま上ですね。ちょっとここに何かありそうなんで。怪しい。こいつめ。持ち上げたら何かあったような。かわいそう。
3ルピーくれました。これ何かありそう。またか、やめろ、重たい。あ、キコリがいます。ヨーリンク、この頃森に怪しい霧がかかってうかつに入れもしねえや。どうでもいいけど、この木は霧ごたえがおかしいな。それギーコギーコ、何かおかしいみたいです。ぶつかってみましょう。あれ、ぶつかれない。いた、こいつ。じゃあ行きましょう。キコリ A 作 B 作の家。空き巣をして、これなんだ、飛び出てますけど何もなかったです。アイランドキッチンでした。お、穴がある。ここになんか見えたんですよね。あ、これ山を登るための穴か。ん、どうだったっけ。あ、違う、これは女神の音だ。あ、あっち側になんかあったっけな。ん？なんだこれ、どうやって行くんでしょう。この木の中から行くんだったかな。でも今は行けないとこだったと思います。じゃあ占い師が教えてくれた地図の右上ですね、ゾーラに会いに行きましょう。で、その行く途中のこの赤い家が魔法屋さんで魔女がいるんで、そこにキノコを渡しに行きましょう。ついでに、なかなか順調ですよ。ヒュー、シャメで、こいつやめて。ナイス。お、これ何がありそう。この木は、お、ほう、回復か。やめろ、もういらん。壁、あれ、何かありました。何か一瞬壁に見えた気がしましたけど、あ、ここ何かありますね。へえ、また覚えておきましょう。この大きな石は今のグローブでは、パワーグラブでも大きな石は、やった、持ち上げられなかったはずです。お、何かある、宝箱。おー、ハートのかけら3つ目。ここにも何かあったような。え、これは壊せないのか。何もない。ここ何かあったような、このお墓何かあったような。よっしゃ。え、普通にダンジョンみたいなのが来たけど、やめろ。こっちはなんだ、行くとこが何箇所かありますね。金なのか。上にも何かあるの。お、うわ、お宝いっぱい。これお金か。おお、ね、お金はもういいよ。うわー、もったいな。300、今のはもったいないですね。まあでも取ってしまったんでしょうがないでしょう。300、ここはちょっと来るべき、今来るべきではなかったんでしょう。しょうがないです。でもこういうこともありますよね。爆弾ちょうだい。
からゼルダはあんまりお金にそんな困るイメージがないんで、結構使っちゃった方がいいんですよね。この前は右でしたけど、今回も右で行きましょう。いや、左で。やばい、やめれ、いつも右か。右右と来ましたね。やめて、ごめんなさい。あ、ここか、ゼルダ。おお、回復してくれた。長老が印してくれた地図の点にを頼りに行けばいいわ。迷ったら占い屋に寄ってね。ということで、ここも教会に戻ってもヒントをくれるみたいですね。ただで回復もしてくれます。さあ、何かあったかな。あ、幽霊が出たような。やべ、逃げろ。あ、そこも怪しいですね。ここも怪しいですけど、ここは石が黒いんで今はいけません。あれ、上にも道がある。今行けなかったで、ここは行けないんで下に行って、あっと、あった。いやー、逃げろ。で、ここが魔法屋さんですね。おお、甘い果物が腐った香り、そのキノコをくれたらあれが作れるぞえ、ヒッヒッヒ。ということで、キノコ渡しましょう。何がもらえるんですか。お、ヒッヒッヒ、ありがとうよ。あとで上のお店へおいで、いいものをあげるよ。お、何がもらえるんでしょうか。何をもらえるんだい。え、騙された。上の店って言ってたけど、上に店があるのかな。あ、あとでってことはマップを切り替えたらいいのかな。マップを確かこれは切り替えればもらえたはず。はい、これで後になったでしょうか。あ、もらえます。いいね。もらいましょう。これが魔法の粉だ。敵やいろいろなものに振りかけてみようということで、キノコのお礼に魔法の粉をもらいました。ちょっと敵にかけてみましょうか。くねくねくんに、やめて。なんだこれ、やべ、こいつ、こいつあんまり意味がなかったみたいです。確かダンジョンの敵に振りかけるとすごくいいものに香るやつがいたんですよね。それはまた後でお見せしましょう。ということで、ゾーラに会いに行きましょう。あれ、時間をかければ大きなもの持ち上がりましたね。あれ、さっき持ち上げればよかった。えいえい、何か、あれ、なんもない。もうちょっとで願いの滝。何かありそう。なし。やが、ここはダッシュはできませんね。やばい、嫌いなカラス。オッケー、危ない、こいつ。さらに上流に行きましょう。
うわ、ゾーラがいっぱい。こっちだったかな。あ、ハートのかけら先に取りいきましょうか。危ない。今は行けないの。また道が違うみたいですね。先にゾーラに会いましょう。あっち行け。ちげ。ちげ。硬い。硬い。お、爆弾。爆弾はいいですね。さあ、魚。魚になりました。強い。おー、いいですね、爆弾くれるの。うわ、かん、いやー、ゾーラがいっぱい。やめて。正解ルートか、これは。あ、違う違う。え、ここも違う。迷ってる、迷わされてる。いけ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 。あ、違った。よーし、ここですね。おお。やあ、このわしにようか。水がけが欲しい。そうか、ただでは嫌じゃ。500ルピーくれたら売ってやってもいいぞ。払いましょう。うわー、わっはっは。それでは水かけをあげよう。それにもう一つサービスを。川や湖を結ぶわしらだけの秘密の水路を使わせてやろう。渦巻きを見たら入ってみろ。それじゃあ大切にしてくれよ。わっはっは。さらばじゃ。ということで水かけをもらいました。ゾーラの水かきを買った。これで水の深いところもスイスイ泳げるはずだ。ということで、さっきは、ここで、泳げなかったんですけど、こういったら泳げます。うわぁ、いいですね。まあ、大金を使ったんですけど、もうお金はカンストしてましたんでね。ちょうどよかったです。どっかにね、なんか入るとこがあったような気がするんですけど、どこだったっけな。だったっけ。ちょっとどこだったか。滝から降りてみましょう。あ、ここからあったかな。あれ、あ、どっかに行けたんですよね。おっとっとっと。あ、ここか。やったー。はい、また一つハートが増えました。あともう一箇所確か行く場所があったんですよね。どっかに入れたような記憶があるんですけど、どこだったっけ。なんかこの辺だ。あれ違うか。ちょっと探りますね、すいません。茂みの中に滝があって、滝の中に入れたような気がするんですよね。どこだったっけな。こっち側だったっけな。ほい。あ、ここに確か入れた気がする。おーし、不思議の泉、何かアイテムを投げ込んでみますか、ということで、ここに来ると武器や防具、あとアイテムを強化できたと思うんですよね。投げてみる。ミスター、あ、やば、弓は飛んでった。うん、あれ、これダメでした。
何だったっけな、ブーメラン、ブーメランは強くなったと思うんですよね。ブーメランは強くなったはず。青いブーメランが今これを落としたでしょ。うん、あなたにはもっといいもの。おーし、ブーメランが赤くなりました。素早く遠くまで飛ばせるようになりました。あと何だったっけな、ここは。盾だったかな、盾だったような気がし、わあ、クローブもあるのか。え、剣ちょっと行ってみましょう。さすがに剣はないか。ダメでした。あと盾だけ試します。盾がね、この小さな盾が大きくなったような気がするんだけどな。これ盾、この小さな盾が変わったような。よっしゃ、そうでした、やっぱり。ということで盾がパワーアップして大きくなった。さらに火の玉くらいならへっちゃらだそうです。ということで、盾とブーメランを投げ落としたら爆弾が飛んでった。でブーメランがこういう感じですね。早く、お、火の玉を防げる。ということで今回は散策のパートでしたけど、キリがいいんでここで切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。